254,000入っていきたいと思います。高速道路でもご紹介した通りで、まあ、こういった車線をまたぐところで、ワンダリング現象が出やすいというのが、まあ、16インチだと、まあ、いうこと で、今までの動画を見返していただくと、じゃあ17インチのメリットってそのワンダリング現象が、まあ、少ないことぐらいしかメリットないんじゃないのかっていうことをね、やはり質問してくださった方がいらっしゃるんですけれども、あとはあのホイールのデザイン台形化っていうところになるんですけど、まあ、正直私的なところで言ったら16、17インチのメリットってステッパーコンでのあくまでもそのメリットっていうことで言うと、まあ、そうですね、ワンダリング現象がこう改善されるということぐらいなのかなっていうのがまあ正直なところで、扁平を60から55にしたことによっての、その、まあ、ダイレクト感というのは多少なりとも増すところはもちろんあったりはするとは思うんですけれど、だから走りという意味においては少し変化っていうのがあるとは思います。はい、まあ、60よりは55の方が安定感というのは基本的な物理的に考えても、高くなる方向ではあるとは思いますし、ただホイール自体がやっぱり重くなっちゃうっていうのもあるんで、まあ、そこは足回りとダンパーとのバランスもなってくると思うから、台形化するからといって走行性能が上がるのかっていったらちょっとそうじゃないのかなっていう気はしていたりはします。やはり私の中では、まあ、なので今回乗せていただいた自分の感覚でいうと16インチの方が、トータルとして優れている、走りも優れているし乗り心地も優れているし、遮音性というロードノイズという意味でも上がってるかなってやっぱり思ったりするところではあります。で、改めてこうやって乗せていただいてもやっぱり16インチはすごくしっとりしているし、すごく課題だったところ、17インチの課題だったところとして緑尾低速域で の、このバタつきです。で、254号線って、まあ、この辺の方は詳しいご存知だと思うんですけど、結構路面悪いですよ、割と。で、これ池袋の方まで続く道なんですけど、路面が結構荒れてたりする悪い道なんです。で、こういったトラックがすごく走ってたりする道だったりもするんで結構悪いんですけど、こういったところで結構今荒ついてる路面が荒れてる状況だったりするわけなんですけど、結構こういったところでやっぱ微振動を伴うので、そういった時にこうバタつくっていう意味合い、まあ、振動するって言った方がいいかもしれない、その振動成分が乗っかりやすいっていうね、お話を17日ではしたんですけれども、で16日はそれがほとんどないと。プロスムーストヨタの胴体ノアボクシーで搭載されているプロスムースの海馬のダンパーと乗り味的にはもうほぼ同じだよねっていうお話をしたんですけど、やっぱそこはもう一回こうやって乗ってみると、やっぱりそこは僕言ってることって特に間違ってないかなっていうのをやっぱこのエアーに乗ってもね感じます。エアーに乗ってもこのしっとり感ってしっかりとありますし、だからエアーの EHEV って僕思ったんですけど、すごくあの、まあ、見た目の違いとかねあるんですけど、このエアーの EHEV って特にスパーダのエアロボディにこだわらないという方、もうファミリーカーでも別にいいという方で、あと奥さんとのやっぱりこう財務省との関わりを持たれている方なんかはやっぱりできるだけコストを抑えて買おうよねと、でもいいもの買いたいよねって言うと思うんですけど、そういう方にとってはねすごくこの EHEV のエアーっていいと思います。僕個人的に考えたらスパーダの EHEV のスパーダにしようかなと思うんですけど、でも最近ちょっとプレミアムラインのがやっぱりいいかなーって、あのシートの座り心地とかね、その辺ちょっとやはり考えちゃうと、でシートの汚れとかっていうことを考えると16インチのがスパーダの方がいいかなって思うんですけど、乗り座り心地とかっていうことで考えるとプレミアムラインの方がいいなって思ったりするところもあるので、ちょっとこう悩ましいところがあったりするんですけれども、でももうそんなことを特に考えずに、もう予算、とにかく予算だと、でもできるだけいいものが欲しいよねということで考えるんだったら、この EHEV のエアーはすごくねいいと思います。そういう意味では特になんか装備でなんか困るところっていうのがあんまりないかなって思います。ただ前日した通り、ただ
ブラインドスポットインフォメーションだけはね、やっぱ今、より小さい車、普通に、アクアとかでも、まあ、ホンダの車じゃないですけども、アクアとかでも、ブラインドスポットインフォメーションついてますんで、まあ、そういうこと考えると、ちょっとやっぱつけてほしかったなって、まあ、このぐらいの車格の車なのであれば、ブラインドスポットインフォメーションは、やっぱり標準でつけてほしかったなって思います。それがついちゃえば、もう全然、このエアって、僕、すごくいいんじゃないかなって、正直自分の中では、やっぱ思うところで、これすごくお買い得な車なのかなっていうのがすごくね感じるところではあります、うん、だから装備はとりあえず譲るけども、でも走りは譲りたくねえと、やっぱり僕はホンダの昔からホンダ乗ってて、やっぱホンダの車で走りだけはとにかく妥協したくねえと、でも装備はしょうがない、そこはちょっと譲るよという方にとってはね、すごくこれいい車だなってちょっと私個人的に思ったところです。今こうやって今曲がりましたけど、ふらつきみたいなのもう全然ないですので、うん、あそこはもうスパーダでもプレミアムラインでももう散々お話ししましたけども、それもちゃんと健在だし、スッとこう入っていく俊敏な動きをしてくれるっていうのも RP5 からの変化点になりますので、この新しいステッパーゴンに関しては、うん、まあ、そういったところもすごくいいなって思うところだったりします。で、下道のロードノイズに関しても全く嫌味がないところだな、嫌味がない、嫌味がありませんし、なんかうるさいなって感じるところも全然ないし、そういったことをね、やっぱりそういった意味で、まあ、絞るところは絞って、妥協しないところは妥協しないというメリハリをつけていいものを買おうっていう方にとって、すごくこの EHEV のエアっていう車はいいなと、まあ、いうことを、やはりこう下道改めて16インチと17インチの比較をさせていただいて、まあ、すごく感じたところになります。はい、ということで今回はこちらのステッパーゴンの EHEV のエア、こちらの一般道のインプレッションということで、まあ、改めて16インチと17インチとでの比較の観点で走りについてご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近は車のガジェット系なんかもレビュー等を行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。